こんばんばは国ですさあ予告通りですけど本日は、えー、昨日今日お疲れ様ですね、えー、とポップミュージック「好きって言ってよ」リリース記念インターネットサイン会をたっぷり拝見しましてねそれでそれに対して解説感想それとまだ見てない人はこれ見たらここ注目だよみたいなことをお届けしたいと思っておりますよかったらちょっと聞いてってねでは行きましょうえっ、ー、とね これ全般でじゃあ最初は見どころというの変ですけどどういうふうに捉えるのがいいかってとところンポイントあ紹介して入りたいと思っておりますまず、えー、何にも知らない人は分かんないかもしれないけど歌っちゃくれないっすだけど本人たちのキャラいわゆる曲とかもうパフォーマンスでジュースジュース知ってる人その人たち向けなのはまあ間違いないですね。でいいところっていうところとなんかちょっとそういう人でも聞いてあって まだ聞いてからの方がいいかなっていうところと2つこの1個の中のやつで言うと、えっとね、司会やってる子たちもうメンバー全員ではないんで限られてる人たちが司会進行してますんで、えー、その子たちのさばき方なんていうのはね非常に個性出てていいかと思いますのでその注目してくれたら面白いかなとあともう一つは宮本かりん宮本かりんを、えー、っとどう見るかは自由ですけど。 注目して見て見みたらいいのかななとんでかといったらこの司会と宮本かりんでたい今のジュースジュースの骨っすそういうことをまず一つですねポイントね。で2つ目、えー、と女の子たちが日常をどういうふうにしてるかまあジュースジュースの普段のライブであったり活動インターネットで見ていてもまあもちろんラジオとかあそういったところでは個性出してはくれてるんですけどジュースジュースの女の子たちはこういう距離感こういう感じなんだよってところが まあすごく出てるすごく出せてる2日間だったなっていう風な気がしますね。要は性格が垣間見れる、まあ、そんなもん知ってるよって人にはそのさらにプラスアルファなんだけども今まで全くキャラクター知らなくてって言うんだったら昨日今日の見るだけでかなりジュースジュースの理解深まるんじゃないかなってそんなこと思いました。でこれが2つ目。で3つ目。えっとねこの3つ目っていうのが僕ポイントな気がしてるんですけど。 要はかりン抜けたあとで井上玲ちゃんの参加っていうところでどういうふうな体制になっていきそうかなっていうパワーバランス見てましたよ <laughs> これもか勝手なここから意見なんですけどもう3ポイント目重要は勝手な意見なんですけどやっぱり見てるとりあいとかりんはちょっとすごく相いれない何かがあんなっていうこととでタコちゃんで要は。 工藤夢ちゃん、この工藤夢ちゃんがどういうふうに、えっと、ジュースジュースの中で今可愛がられてる浸透してるのかななんていうところはすげえ分かった気がします。まあ前から分かってるよって人はいいんですよ。ここは3つ目のポイントとしてどういうことかといったら、花りからレイレイに変わるときにいい後輩 <laughs>、どういうふうにレイレイをなんていうか慕ってくれそうなってところを言うと、まあ di イレ,イレイはちょっと下手したら1個線が入りながらやるのかななんていうとことまあタコは大丈夫かなとかねなんかそんなことを勝手にこれ思ってますまあでも全部大丈夫でしょうあの面白さっていうところで全部あの合致できるというかエンターテインメントにできる可能性っていうのはとても感じましたねまあこんなことを大きく3つ思いましたで まあ、せっかくですからもう一つこの曲ポップミュージックとあと「好きって言ってよ」の曲に対してどんなふうなことを思うかというのにつなげたいと思っております。まあ、ご存知の通りじゃあこれポップミュージックからいきましょうか。ポッップミュージックというのはカンさん作曲ですよねでカンさんというのは「愛は勝つ」の時代からよく言われてたんですけど、まあ、ビリー・ジョエルの「アップタウン・ガール」のコード進行を逆にしてメロディー乗せたら「ああなった」みたいなところ。 でそういうヒット曲でスターになった方なんで、えー、と彼の要は持っているポテンシャルいろんなものっていうのは洋楽ベース70年代、まあ、ビートルズから70年代ぐらいの洋楽ポップスベースなところで繰り広げられるんですけど、まあ、そこをすごく生かした「ね、To the Hustle」みたいなこの, <laughs> の音を入れて歌詞はいちいちそのジャニーズ初期ジャニーズの入れてみたいとかでアレンジもねちょっと。 ディスコ的なものもそうだしクイン・シ、ま、ー、あ・ジョーンズとかそういうような要素とかも入れつつまあ様々洋楽ファンにはあもう分かりやすい表面の「はいはいはい」っていうのが並んでる曲なんですよ。だけどなんか関さんなりのユーモラスというところがすごく生きててねえ、まあ、ポッポッハートにする必要はあったかどうかなんだけど東京とも違う関西とも違う九州のお笑いのようなそういうセンスがあるんですよ。九州の笑いはどうなのかっって言ったら、 まあタモリさんとかねああいうラインじゃないですか井上陽水さんとかそういうちょっと音をちゃんと入れながらエスプリド聞いたというんですかねまあそういう表現であんまり間違えてないと思いますそういう楽しみ方させてくれる音楽これはポップミュージックだと思いますねまあ当然、あのー、パクリでこういうのいちいちね俺ダメだねうん パクリの要素とかなんだいいう人いるけどそれはあのユーモアって捉えた方が楽しいかなというふうに感じておりましたではまずこれはポップミュージックについてあと「好きって言ってよ」ね「好きって言ってよ」の方もこれねやっぱ 80s のなんかメロディーとかアレンジっていうのをジュースジュースやら,すやられがちなんですけどそれは B メロが特にですよねでサビののところっていうのは結構今 なんていうかな近代的なサウンドアレンジっていうところも感じられるしあと歌歌手一人ずつのところの回し方なんていうのはとても上手に映ってますまあこれは他のグループで歌えたかといったらこの曲はジュースジュースでないとちょっとハマりが悪いのかなと思えるところもあるっちゃありますね。 この出し方方両みたいいな、ね、面白いですも、ねうん、ま,ま,まああとはあのカリンのアコースティックバージョンの方はまあさすがかりんという感じでどんな音楽を与えても、まあ、本人はソロ去年のね今ブルーレイとかになってるっていうふうに絶賛この何だっけリリースイベントリリあインターネットサイン会でもアーリーなんかね出してましたけど。 で彼女のソロっていうライブでもし見てなかったら本当にこれは見て損なしです。で「ブルーレイ買ってお前よくなかった」って言ってたらもう「いいね」で買い取りますんなら <laughs> か。かりんのソロは今6月卒業後本人ソロ活動しますからあれは見といて損なしですよ。でその同時にやっていたジュースジュースのライブ模様なんていうのを見て、えー、いただくのがとてもいい形で比較対象っていうところ。 あと、カリンは今どう思ってて、ジュースではこういうふうにやってたんだと、ちょいちょい見えますから。これ、見るの一番いいのは、宮本カリンの歴史で振り返ってみると、ちょいちゃん見ると一番いいんですよ。すごく最初、元気で可愛くやってんだけど、だんだんそれをダークネスにしてみたり、動きを大きくしたり、小さくしたりっていうところが、時期とか心境によって結構出てるんですね。じゃあこれはまあ、おすすめなんていうところを付け加えました。じゃあ、この動画で最後にというところにしましょう。 えとまあ、こういう二日間、四月の四日、五日というところの二日間だったと思うんですけれども、このインターネット参院会っていうの、多分、しばらく風潮として続くと思うんですね。まあ、理由、簡単に二つです。一つは、リリーベができない。世論的にすごくバットな状況。まあ、これがありますよね。で世論じゃなくて、実際にバットであるというかもしれないけど、世の中。もう働かなきゃいけない人たちとあの食っていかなきゃいけないってことは、ね、要は、ねあの、そういう条件の人たちっているから。 あよくそこをバッシングしちゃう人いるけど、それとこれとはもう住み分けながらやっていかなきゃいけなくて、考え方シフトしながらやらないと、どうしようもないです。もう JR の社員どうすスンだよとか、そういう話になっちゃうから。で、まあまあ、そういう中で、音楽業界で上でのシフトとしては、こういったものは比較的しばらくは主流で、あのエンターテインメント性もうちょっと高くなってくると思います。まあそんなことを感じたのが一つ。で、もう一つは、 ライブっていうところだよね本人たちの歌っていうのを聴きたくて僕なんていうのはハロプロもジュースジュースも見て、まあ、知って聞いて現場に行ってより魅力を確かめてあこれは今見逃したら無駄なだけだな損なだけだなって思った口なんすよ。なので何かその本人たちの本業であると僕は思っています。しゃべりも素晴らしいですよ えー、そして笑わせてくれるセンスももちろんあるし、うん、彼女たちの背景というのも見れることによって満足度は高いが歌とダンスほどでではないいんすそれれぐらら素晴らしく洗練されてるまあジュースジュース今日はねあのジュースジュースの話題ですからジュースジュースなんか特にですよねこれ他のグループがダメって言ってるんじゃなくて音楽を聴く上で歌詞を紡ぐ上で。 表情を含めて衣装,のこなし衣装の着こなしっていうのは静止よりやっぱり動いてなんでだってポポポだって動いてたらある程度もうな擦り込みで慣れちゃったのかもしれないですけどもう見,え見れますもん芸術としてこれすごいでしょジュースとかあの噛めば噛むほどのスルメ的なとこ大量にあるんで今もしねまだお聞きでないって方いらっしゃいましたら。 もうクニの話アンンジュルムかから聞いたんだよよとかモーニング娘話してくれよってあると思うけどジュースジュースのこのシングルもう単純にこのまま YouTube でこの後もうリンク貼っときますからすぐ見れますから見ていただいて、えー、と感想なんてのコメントでねまあ国尾の言うことと違うぞということを含めてですけどいただければと思っておりますでまあもし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 ちゃって <laughs> もしえっ、ー、と今言った「 ポップミュージック好きって言ってよリリース記念インターネットサイン会なんて見てくれてまた感想なんていうことありましたら、えー、とコメント欄またそれも書いてくださいで僕の方もこれからちょっと勝手に打ち上げるなんて言って飲むんですけどそこでも参加したいよって方合わせてご一緒いただければと思っておりますではまあ日曜日の夜になっておりますまあ明日からお仕事の方もいらっしゃるでしょう少しえっ、ー、とこのリリース週ということでしたからねデイリー1位もありましたから この2曲まあ3曲まで入れて仮にソロまで入れてお楽しみいただく日曜日の残りを過ごしてみるのはいかがでしょうかそんな感じです国のチャンネル引き続きよろしくお願いしますチャンネル登録もよかったらよろしくねじゃあまた明日